行こう。よし、すごい。じゃあ若に会いに行ってくるよ。ね、え、マジで気をつけてね。そうだよね、一人で行くから。なあ頑張る。もしも怪しい気配を感じたらすぐに逃げるんだぞ。あんがとさ、なんだかんだ心配してくれる。嫌いじゃない。いや、じゃあちょっと行きますか、うつ姫ランドに。ドキドキしてきた。え、18年ぶりちゃんと話すの。めっちゃ緊張するやん。え、怖っ。こんな真っ暗な、誰もおらん。逆にこの真っ暗なところに誰かいたら。おい、若、こんな真っ暗なところで一人で待ってたの。電気もつけずに真っ暗なところにいたんすか。こんなところで生まれたんだな、お前は。大丈夫かな。暗闇にいたのずっと。若はちょっと病んでない。いい目をしてたけど大丈夫かな。ちょっと病んでるかもしれない。お久しぶりです。お久しぶり。うん、会いたかったんだろう俺に。もう本当に。お前の聞きたいことなら分かってるさ、うん、どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか、どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか、うん、あとこの体も気になるか。そう、昔は車椅子だったもんね。よくなってね、本当にね。全部答えてくれるんですか。ああ、うん、病気はアメリカで治した。うんうん、肺の移植手術を受けてな。はい、知ってるか、向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか。なるほどね。手術のためだけじゃねえ、荒川真澄の息子として生まれたこと、うん、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。まあそれはすごいことだよね。一つね。どうした、おめでとうございますの一言も言ってくれないのか。まあ、ちょっとやり方がな、汚いよな。素直に言えないんですよね。いや難しいね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか。政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない、うん、法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ、うん、小笠原を殺しましたよね。そうなんだよな、うん、はあ、リスクマネージャーどういう意味ですか。怖すぎ、ネバヤクザ。お前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。そうね、あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。目つきで殺されるんや。本当かどうか確認もしねえで。いや怖すぎ。そんなに簡単に殺せるんですか。目つきで殺すんすか。では聞くが、はい、あいつは本当に何も喋らなかったのか。どうだ。そりゃほら見ろ。そうね、リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒に。いやでもそうね、ジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。もう聞いてやってよ。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。ああ。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。まあね、荒川組を守る。沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら
三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。ん？それ誰にもわからないっすよ。そんなこと言わないで。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから、うん、そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。どういうこと？覚えてるか、大晦日に行ったカムロ町のクラブ。若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな、はい。あのジョーにね、あのマンション一棟買った日ね。若、うん、いつからそこ。若い、そういうわけじゃない。若いですね、若。あの若。この頃の若好きだったな。用足は済んだのか。不器用でな。ね、女の愛情を金で買おうとしてる。俺は帰るから。それで払っとけ。いや、余ったら血拭く時にでも使え。これ、ね、可愛かったのにね、不器用で。ね、でもいつの間に都知事まで上り詰めて器用に生きててな、すごいな。18年前の続きや。大丈夫ですか？ね、うるせえ、そんな。行こうぜ、どうせ酔っ払いだ。どうすんの？何やろ、具合でも悪いのか。そうよね、なんか薬飲んでたからね、それ切れちゃったんだろうね。入れちゃねえ。うわぁ、こんなんだったんだ。入れちゃねえよ。つらい。どうしたの？あ、ここまで這いつくばってきたと。ああ、クロマイス。頃の18年前の真実が今明かされるんだ。どうなった？おい、起きろや。誰？こんなところ寝てんじゃねえよ。本当に誰？酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。サッカー機？もう聞いたことあるな。社会のゴミが。お前もな。なんだとてめえ。お前言うやんけ。お前もやん。ザワンじゃねえ。カムロ町。あ、なるほどね。いい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが。この蝶の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ？え？田舎のおもちゃ屋か？モデルガン持ってないやろ、そんな。持ってんのか？持ってない。本物なら撃ってみろよ。これもう、ほら、どうした？ほら、うわぁ、さっさと引き金引いてみろってんだよ。うわぁ、撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。年越しのタイミング。見事でけえ面すんじゃねえぞ。半端もんのくそ。
加減に。どうなったの？さあしろ。うわあ。やっちまった。うわあ。そういうことか。これ榊組の鈴森ってこいつか。あーねー、うわー、若が撃ったのを沢城がかぶって、さらにそれを春日がかぶったんだ。いやー、なるほどなー、バカだったんですね、やっちまったのは。うわ、その男は鈴森。そうだよな。ああ、やっぱそうだな。俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりにどうしたってことですか。そうだね。そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。そう？それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか。でも若がって言われても出頭したけどね。懲役18年ってだけでもひどい話だが。まあ、そう、18年はね、その後だよな。そうな、勤めを終えて出てきたお前をあいつは。そうなんだよな。バーンだろ。そうだよね、ひどい仕打ちだよな。ひでえ話だよな。これね、頼んだぞ、エイジ。これ。なんとか言えよ、エイジ。それでも、うん。俺は荒川のおやっさんを信じてます。うん、それで。それで若。うん。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？いや、逃がしてくれたんだよ。ねえ、きっと。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。まあね。そうか。まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。うん、怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。本当すか。俺も会えて嬉しい。光栄です。うん、嬉しいっすよ。俺はてっきり今夜、ね、はめられるんじゃないかと思ってたんですけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。なるほど。俺も嬉しいです。なるほどね。殺されると思った。お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしみでな。あ、いいっすか。その代わり条件がある。うん。二度と俺と俺の親父に近づくな。うん、いいな。なんでそんなこと言うの？それを目標にやってきたんだよ。で、俺からも若に条件を出させてもらいます。ね、またマスミさんに会いたくてやってきたじゃん。真実知りたくて。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。何？おう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 。生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。そう思う。うん。民事党内でも同じ見解だわ。そうなんだ。久米後ろ盾がなければ久米かわいそう。あんな世間知らずの若造は、うん、落選するに決まってる。全然信用ないやん。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか。本当だよ。
俺の価値を知らしめさせるためさ。お、え、想像してみろ。クメがトップ当選を果たしたら、その時民事党のやつらはどう思う、うん、青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして、あ、なるほどね、青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値がある。誰でもいいんだ、思い知るはずだ。クメじゃなくてもいいんだ、なんならクメはね、若の引き立て役ってわけですか。そういうことで、選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか。あのシェルターかあれはなかなか役に立つ優れものさ、うん、なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな、うん、捕まえる、ビザの取得をサポートしたりするんじゃん。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還。怖っ、何それ。それじゃ彼女たちを騙したのか。国籍がない子たちに一掃して偉人帳を再生するシェルター、そういうシェルターでしょ。名前に偽りはないね。怖すぎ。え、衣食住を提供してあげるんじゃなかったの、家なき子と。じゃあ若国籍なき子に。俺の条件を飲めないですね。え、怖いことする。飲めないね。うわ、なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが今夜は交渉ではない。ん、さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。うん、出てました。それを無下にするなら、はいはい、好きにするがいい。ん、まあ好きにさせてもらいます。いいの、逃がしてくれんの。あら、沢城じゃん。どういうことですか。うわ、若は一人で来るって聞いてました。なんでお前。若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。はあ？こっちは一人で来たよ、ちゃんと。え？こんなにいたの？え、一人で来たのにちゃんと。まだだったよ。ちょっと多すぎやしませんか？こっちは約束通り。本当やで。こっちだ一番。びっくりした、びっくりした。あ、びっくり。敵かと思った。終わりかと思った。危ねえ。なんでここに。危ねえ。おお。足立さん。逃げるわよ。終わったと思った。横から刺されると。やっぱり罠だったじゃねえか。ありがとうね、本当に危なかったうわー、よかった。やっぱ持つべきものは仲間だね。あぶね、なになに。中の連中、ナイアゴロを取りこぼしたようやな。こいつらもわしら控えの出番や。ああ、ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。二軍か、近江連合の。すっげえ、よかったよかった。おう、まだ二軍ならな。よしまだ参える。よし、いいよ。いや、あんだけね、沢城とかね、揃いすぎだったよね。幹部級が怖かったわ。ベンチメンバーならまだいける。いいぞいいぞいいぞ、こっちだ。よし。あ、でもやっぱベンチメンバーのだけあるね。ああ、そんなお金持ってるね。さらに強くなれましたね。一つ上の男、ええ感じ。逃げた方がいいね今回。お、足立さんに胃もたれして。あ、大丈夫かしら。やばいやばいやばい、
逃げた方がいいんでね。体勢立て直してさ、ほら二軍にしてはお金持ってる、儲かってんじゃない、やっぱ近江。あ、やべ、半分級来ちゃった。沢城の旦那、うわー、どうするよ。俺相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな、だがお前は撃たれても生きてた男だろ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど案外普通でんな。ヤバそうなやつ来た。侮るなあいつ確実に息の根を止めろ。いや、ヤバそうなやつ。何こいつ、頭と手足を切り落とすっていうのはどうでしょう。やっぱヤバいやつやった。それならさすがに生きてられへんでしょいや、ヤバいやつや。やり方は任せる。怖いこいつヤバいよ。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで出来上がってるよ。終わったらあいつの首、うん、箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。あれ、逃げるんすか。え、ひよってるんすか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな、うん、汚れ仕事は全部部下任せですか。いやいや、あんた、やっぱね、違いますよ。荒川のおやすさんの下で一体何を学んできたんですか。ひよってる、ひよってる、完全に。おやすさん、うるせえな。その言い草には昔から虫唾が走ってたんだ。まあまあ、言わせたってありましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな、解体ショーの始まり始まり焼肉屋の前で言うなよ、人間解体ショーなんて。怖いよ。よーし、やるか。よろしく。で、最後にさっさば、これで終わらなかった絶妙に火力足りない。もうちょい火力ブッパしよう今度。さよなら、ありがとうね。やばい、来ちゃった、来ちゃった、やだ、来ちゃった、解体屋さん来ちゃった。マジか、お酒飲んどくんだったな。飲酒していいか。飲酒する。飲酒します。飲酒、スタミナン Z にする。スタミナンで、これで、あ、ちょっと一旦ね、全体的にちょっと整える。で、ペッパーミルブロー。ミス、ミス、あだち、あたし、しょうがないな。こういうところで決めないのがあだちさんですよ。見て、スイス製高級腕時計、いくらで売るかな。え、スイス製高級腕時計拾った拾った、かっこ取ったありがとうね、的場もらっていくわ。スイス製高級腕時計、テンション上がりますね。腕時計もらっちゃって、いいじゃんな。一つ上の男、うん、ありがとうね、腕時計。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。あ、本当に、うん、もらっちゃう、うん、全部盗む。腕時計だけじゃなくこの武器もな、もらってくわ。お前、頭も驚くだろ、うん、箱の中におめえの首を見たらな。ケンピも気絶してたと思う。うん、ケンピも的場だったらキューってなってたと思う。怖っ
気持ち悪いやつだったわね。大海にはこんなのがわんさかいんのか。大海ですからね。日本一の極道組織だ、これよりもヤバいやつらだってゴロゴロいんだろ。仕方ない。そんな連中がどんどん偉人町にやってくるの、うん、勘弁してよ。本当よね。一番、うん、ハマちゃん、どうしたんだ。今シェルターへ行ってきたんだよ。うん、シェルターへ。どうだった。あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って、うんうん、そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ、一体どうなってんだか。遅かったか。落ち着け、浜子さん。一緒に探してくれよ、一番。遅かった。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。遅すぎた。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめんよ。畜生。許せないね、やっぱ。でもこうやって騙すのはさ、嘘ついて。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、サッちゃん。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか。俺たちも行くあてがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。いや、難しい話だよな。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行くあてがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。まあね。足立さんは親もとっくに亡くなってるし、今さら行くあてって言われてもな。最後はとてもじゃないけど、妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が。みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。まあね。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか。そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだったな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。そうだよね。わかる。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に大海連合、日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。4人だでな。バカ言え。相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。3つそうだった。追加された。もちろん分かってるって。3つになっちゃった。よっしゃ。敵はでかいね。呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったく。でも好
きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバサッちゃん、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバはどうなんだ。そうよな、お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だってね。本当にいいのか。目標叶ってるよね。俺がそんなに薄情に見えるか。こうなりゃ地獄の果てまで一緒に戦って、うん、弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。ナンバー決まりだね。ナンバーいつも見てろよ、来てくれんの。あんなに逃げ腰だったのに、ずっと。ナンバーえ、な、急にめっちゃ協力的になるよ、お前。あ、一つ上の男になった。あ、だってさ、今もさ、その、偉人町、うん、横浜がやべえから、ちょっと、もしかしたら俺ら、違う場所に逃げた方がいいかもしんねえ。今が引き時かもしんないぞって、最初に言ったの難波なわけね。いつもなんか、逃げること言うの、こいつ。提案、いつも逃げることとか、手を引くことを第一に言ってくるのが難波って男なわけ。だから誰よりも多分逃げたかっただろうに。素直に嬉しいね。どこまででもついてくるっていうのは。あ、でも、お前の席はない。いいね。確かに、難波の席は今、エリちゃんが、ね、座って、バトルメンバーは、ナンバいないけど、まあ、でもまあついてきてくれるっていうからね。まあ、これはまあ一つどでかいことよ。はあ、いやでもちょっと熱くなったね。うん、よかった。でも敵強すぎない？ごめん、水差すようなこと言うけど、どうすんの？でかすぎないか敵が。え、組織だよ。だって俺ら4人プラス、まあ、3人チョウとエリちゃんとハンジュンギ7人でどうなってくんだ。お前ちょっと誠意がついてない、それが喧嘩だ。え、でもケンピ、あれさ、聞いてて思ったんだけど、春日の話ね、賞賛がある、その弱い敵に挑むのは弱い者いじめじゃん。うん、で賞賛がないのにやるものが喧嘩だって言ってたじゃん。それは初めて喧嘩になる。それってさ、でも賞賛がないのに一縷の望みをかけてやるもの、ギャンブルじゃない？ケンピだからは、喧嘩ってギャンブルなんだって言われると、それは自分の中でひらめ、あ、なるほど、この作品やっぱギャンブルで始まりギャンブルで終わると。なるほど、ギャンブルゲーム。いやー、ちょっとそう、話聞いて、賞賛がないのに一縷の望みをかけてやり続ける、スロットね、打ちたくなりました。まあ、でも人生そんなもんだね。人生はギャンブルだ。人生は冒険だとかじゃない、いや、そんな、人生はギャンブルです。でもってそのギャンブルはベットしないと勝てないから、勝ちに行くならベットしないといけないから、そういうことだよね。勝ちに行こう、行くしかない。そう、喧嘩とはギャンブル、人生とはギャンブル。おお、なんだなんだ。急に本格的中華が。え？おい、お待たせ。なになに？まだ。え？こんなに食えねえぞ。だって豪華メンバーじゃん。大丈夫ですって。偉人さんの。重鎮しかおらん。俺らに任せてくれや。え、怖い、何ここ。私らはまだ全然いける、心配いらないよ。いただきます。怖い、横浜のトップしかいい。バッカで何も話せてねえじゃねえか。なんだ、あ、料理うまいんだね、長さん。確かにうめえけどよ。すごい。俺が議事進行しよっか。何何、これが久米君、ブリーチジャパンの横浜支部長。こいつね、次の総選挙でこの地区から立候補するって御仁だよ。こいつ
これね、青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めが彼ってわけだね。うん、そうね。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。うん、今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。出馬する？俺ら。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？無理か、無理かな、出馬するのどうよ。久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、うん、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。まあね、やはり手がてえとこだろうな、後ろ盾がね。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊の王国だったこの町を取ってこそ、うん、その後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな、たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしてもこの偉人町を取らねえと意味はねえ。出馬するしかないんじゃない。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな、ね、無理かな、ヤクザ上がりじゃきつい、きついかなやっぱ。あ、やっぱり納得いかねえな。難しいな。ですよね。どうするよ、うん、うん、何がだ。だってそうでしょ、このままじゃやられっぱなしですよ。まあね。しかしどうすればいいんだろうね。ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。うんうん、そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、 そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。それ偽札作って偉人町の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。そうね。でもあんたらみんなこの町の世話になってこの町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。まあそうね。もしこのまま黙ってじゃ、うん、偉人さんの名が廃るってもんですよ。まあそうね。やり方が、やり方が分かんねえんだよ。ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられない。やばいやばい。ちょっと待った、僕は春日君の同感だね。お前ちょ、俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった、うん、でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ孫妃も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。ジョン、え、俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。おっぱい見てるような角度にしか見えない。どうしよう。すごい、ここは新しいリーダーの最初の仕事。めっちゃ見てるやん。力貸してくれ。シリアスなのに。わかった。星野会長、俺からも改めてお願いします。お知恵をお貸しください。ああ、わかったよ。まったく、ただご馳走するって言われてきたんだな。すっかりもおそろいちまった。一気に治んじゃった。シリアスだ。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。甘味だったよね。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうする。めっちゃ見てたやん。ちょそうだね。目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。おう、つまり
つまりこの町の選挙で久米が落選すりゃいい。うん、久米を落選させる、どうやって、うん、そうだよね、どうやってってことだよね。いや、うん、まだそこまでは分かんないですけどでも、もしやれたらざまみろって感じですよね。やれたらタラレバの話ね。簡単に言うんじゃねえその方法がね。じゃあ遅くて立候補できないからだめでもするか。ならうちの暗殺部隊が殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は暗殺ね。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。ああね、久米の代わりをね。向こうは勝つまで辞める気はないでしょう。勝つまで辞めないか。お、それで。あ？え？どういうこと？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。ん？久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。出なきゃ若の花は明かせねえ。え、出馬するの？まあ筋は通っちゃえば。本当に？久米より票を取れる人間って言われてもいるから。ま、相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。うん。星野会長、誰かお心当たりはありませんか？マジで出馬する？あいにく思い当たる人間はいねえ。だよね。ヤクザだもんな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで、この町やまともな対抗馬が育たなかったからな。うん、選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。なるほどね。じゃあいっそ、うん、星野会長が出馬ってのはどうです？なんだと？お兄ちゃん、だって地元じゃ顔も広いし、貫禄もあるし、ヤクザやで。いくら一人でも極道が当選するわけねえ、うん、ねえ、当選したら下で世も末だ。いや無理でしょ、さすがに。ブリーチジャパンとね、ヤクザってやっぱブリーチで入っちゃう。だから探してみる、青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか？うん、ありがとう。カマメが俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい、うん、選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか？え、先に言っとくけど今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。言えないですよ、全然。全部出せとは言わない。はい。だが立候補するには、はい、供託金300万ってのが現金です。300万、うん、俺に用意しろと？でかい喧嘩をおろって人間がそれぐらいの金つくなってどうすんだよ。金か、はあ、結局金よね、世の中。会長の言う通りだね。どうする、春日君？今何円持ってる私？30万ぐらい。9倍ふぅ。え、300？ でもみんなで払うんでしょ？他に健康には最低300万。自分だけで？え、他に稼いでくれる仲間は？え、俺一人？え、300万あっちの、お金全部春日が肩代わりするの？やばすぎ。4人もいるのに。ね、4人も極道関係者のさ、トップがたくさんいたのにね、あの場に。元トップとかさ。え、春日が300万一人で稼ぐんですか？マジか。大変な世の中だ。どうして？なんでみんな稼いでくれない？一人で稼ぐってことこれ。まあ、会社経営しますか。あ、ごめんなさい。今お金が私、いくら欲しいんだ？このために300万必要でしょ？この間私がすごい好きな女の子が今いるんだけど、その子がね、あの200万欲しいって言ってたの。うん、あの工場を大きくしたいから200万投資してください。足して500万でしょ。そんで、なんかおじさんがね、
掃除ロボットを開発したいって言ってて、100万円欲しいって。600万円、うん、なるほどね。なんでこん600万、え、大変だよ大変だよ、急にこんな大金稼がないといけなくなるなんて思わなかったこんなことある、急に。経営しかない、風俗飛ばす仲間割れの原因だよ、やっとこんなまとまったのに。ちょっとどうしようかな、経営しかないんだけど、ひとまず経営するしかないんだけど。さあ、じゃあ行こう。頑張りますか。じゃあまた戻ってきてしまいました。なんだろうね、この音楽聴くと実家のような安心感も覚える。私だけでしょうか。行きます。よっしゃ、営業開始だ。どんどん行こう。こんな、そうだよ、我々は立ち止まっているわけじゃない、立ち止まっている場合じゃない。600万円稼がないといけない。600万円だからね。ダメだダメだ。ね、いいね600万円ラッキー横領したい。こっから持っていけない。だって見て、今期売り上げだけでもダメだダメだ、もう600万超えた。ダメだダメだ頑張れ頑張れ、才能の塊だ。よし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 、600万ぐらい持ってってもバレない。今回の営業結果、オッケー、いいね、いいよ。あ、でも順調にね、売り上げは伸ばせてる。素晴らしい結果ですね。よっしゃ、いいね。みんな、よ、株価アップだ。オッケーオッケー、株価アップしかしません最近。どうだ、ランキングがアップしました。売り上げ微妙待ってよ待って、こんだけ売り上げといて微妙って。もうね、それはもうちょいだから。投資のお話いいよ。うん、投資なんて月間は五分五分、成功したら1800万。ちょっと待って、ね、投資対象によるかな。清掃業で成功するか、いや、これは清掃は無理じゃないかな。どうかな、でもね、正直お金を使う場所がねないから。清掃業でこんな売り上げすることある？ちょっとわかんないんだけど、やってみる。あ、こういうのが後につながる。あ、これぞギャンブル、これが人生これが喧嘩やってみるか一回。5000万あるしね、行こう。どうかな、どう、どうなの、どうなるの。え、これいつ結果わかんの、これ。うまくいった、いかないって。です、え、気になりすぎるあ、あ、待って、ね、投資どう、投資失敗ちゃう。負け、人生に負け、ギャンブルに負け、戦え、喧嘩に負けさて、そろそろ株主総会ですね。今回はなんだ、紛糾か糾だね、しないといいんですが。え、ん、なんだ、どうしたん、話聞こうか。え、まずいですよ、カスカさん。今回の株主総会、中野渡るが来ます。あ、ばば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 、ん、強そうな人。何何、その筋で有名な人。何、総会屋三連星の一人、株主総会の壊し屋と呼ばれている総会屋です。何、総会屋って何、何それ。目をつけた企業の株主総会に乗り込んで場を荒らし、企業の株価を下げ、最終的には潰してしまうという。なんて立ちの悪いやつだ。なんで俺たちの会社に。そしてコケコッコは通ります、通ります。かわいい。わかりません、もしかしたら最近の私たちの成長を快く思っていない連中がいるのかもしれません。はあ、なるほどね。
肉が修羅の国だって言っていたのはそういうことか。中野渡はとにかく暴言や大声で場を荒らすことで有名なんです。今回の株主総会、気を引き締めていきましょう。おお、暴言や大声で場を荒らす、あ、一番嫌な感じだね。中野渡を追い返すくらいじゃないと50位以内には上がれないと思います。あ、だから51位で頭打ちにあったんだ。中野渡を倒さないといけないんだ。オッケーオッケーオッケー。あ、だから上がんなかったのね。承知承知。こいつが全ての元凶。お、頑張るか。中野渡ね、来ました。ずっとやっていこうか。うん、で50位以内には上がれないと。これを乗り切らないと。ちょっと気合いでますか。さあ、今日も一丁頑張りますか。怖怖いよ。とりあえずどんな感じ。支持率はまあめっちゃ高いね。 70% ですね。で、あ、こいつや、要注意人物ブラックリスト入り。3人か。でも3人だね。開始、行くぞ。行くよ。ちょっと緊張する。中ボス戦みたい。決算報告をさせていただきます。緊張。一番社長、お願いいたします。任しといて、稼ごう。行くよ。決算報告をさせていただきます。完璧でしょ。手汗かいてきたあとはタイパイシャ OK で、相手のシールドを貼ってきた時、相手のシールドが赤だったら青、緑だったら青、緑だったら赤。いきます。ありがとうございました。それよろしくお願いします。モブ、赤で燃やす。ホストに弱い。お前はホストに弱い。お前もホストに弱い。お前もホストに弱い。ホストに弱い。ホストに弱いだ。ホストに弱い。ホスト。ホスト。はあ。ご質問のある株主の方は。こっちから倒そう。青だから緑に弱い。あとはショタ。ショタ。ショタで一発。よし、お前だけだ。青、緑で。オッケー。で、あとヒロちゃん。コスだ、ヒロチュ。やべやばい、 MP が足りない。回復しないと。ぜひお願いいたし、ちょっと謝罪しとくか。いいかMP ゲージが溜まるまでね、待たないといけない。まあまあ、行こうか。赤色で。時間はあるね。そうね、まだいける、まだ参る。細田さんがいいな。10しか使わない。オッケー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 。ご質問のある方、あと30秒。ぜひお願い。いくか。調子に乗ってんじゃねえぞ。緑で倒し、赤で燃やす。あと30秒しか。いやー、足りるかな。MP が足りんわ。ご質問のある株主の方は、ちょっと謝罪何回かした。すみませんでした。ご質問のある株主の方は、よし、ちょっとたまった。赤色だから青、あと緑タイプには炎、炎、炎、やー、強かったわ。でも私の方が強かった。ありがとうね。中ボス撃破、素晴らしき、素晴らしき結果では。大幅アップだ。いけ。まだまだ成り上がるぞ。いくら、めっちゃ上がる。笑いが止まんねえよ。いくらもらえるの。26万、34万。うん、でも600万必要だから、あと何回だこれ。600、ありゃ、 あといくら、あと500万ぐらい。あと500万。 なるほどね、長いな。え、さっきのだって投資したお金450でしょ。横領しとくんだったな。投資なんかするんじゃなかった。おっかー。
春日さん、これで50位以内達成ですよ。ありがとう。でも目標金額までは全然だけど。ああ投資するんじゃなかったな、清掃業な、それだけ悔やむな。人生はギャンブルや。ちくしょう。残念だったな、中野渡さんよ。株主総会を潰せなくてさ、くそ、俺としたことだ。あのなんでうちの会社を。確かになんで狙ったのね。ライバルは叩き潰す、それが俺たちのルールだからさ。まあ、目つけられてるってことだよな、これな。何、俺らのいる横浜はな、企業同士が仲良く手を組むなんていうような甘い場所じゃねえんだよ。邪魔になりそうな企業はさっさと潰す、それがここの常識だ。あ、もう潰し合いな。まあね、普通に事業で競い合えばいいじゃないか。競い合って潰すより競い合う前に潰してしまった方が手っ取り早いでしょ。今回は失敗したが、次はこうはいかねえ。俺は何度でも来るぜ。覚悟しておきよ。もうファンじゃん。うちのファンですな。株主総会に来るってことは株主だし。うん。かわいいですね。まあ、ファンですね、うちの。まあ、不健全な市場ですね、ここはね。うん。私も噂では聞いていたんですけど、ここまでとは。これからも中野渡るみたいな連中が押し寄せてくる可能性は高いです。自分準備しないと。さすが横浜や、さすが浜や、うん、こんな感じなの。怖いな。これはまだ序章に過ぎないわけだ。いつかなんか暴力沙汰とかになりそうで怖いね。ルトマエとか言って、てか横浜に来て暴力沙汰にならなかったこと一個もないしな。うん、よく考えたら。大丈夫かな。中野渡るが失敗したようですね。みそのさん、そうか、使えんやつだな。やはり僕の予想通りだ。なら聞くが、最近お前に任せた場合、お前が奴らを潰せる確率は何パーセントだ。はい。99.9% です。めちゃくちゃ弱そうな顔しちょる。三下の顔しちょる。そうか、なら任せよう。必ず奴らを潰せ。この市場は俺のものだ。少しでも脅かすものは叩き潰す、それがうちの射程。了解しました。なんでだ。お任せある。射程なんてない。射程でいいの。あ、税なんだ。ありがとう。かなりやるようですね、春日一番。ああ、肉が目をつけるくらいだ。その辺のボンクラではないんだろうな。まあそれくらいじゃないと面白くない。最近潰し屋になる企業がなかなか出てこなかったからな。潰し屋なんだね、本当に。いやだ。はい。そうですね。新しいおもちゃが見つかったよ。企業クラッシャーな、略してキークラ。サークラみたいに言いたかった。ああ、いや、ああ、これで一流企業の仲間いるか。そうですね、少なくとも中小企業の枠は超えたのではないかと思います。え、じゃあ大企業。キーボードクラッシャー。確かにそうなっちゃう。すいません、忘れてください。はい、企業クラッシャーですね。あ、さすがわかりし。いや、よかったじゃん。あ、ありがとうね。うんうん。まあ、俺じゃあ、ニックに電話するわ。はい。お願いします。そっか、50位超えたからね。一応、ニックに報告ね。お金くれたしね。一番見事に50位以内に入ったね。これで一流企業の仲間入り。さすが僕の見込んだ男だよ。あざす。一時期は197位まで押してどうにもならないと思いましたが、ここまでなんとかなりました。さて、じゃあ早速次の条件を出させてもらおう。あ、まだあるの。もちろん今回も条件を飲んでくれれば投資するよ、出資するよ。おお、何。次は時間は問わない。あ、問わないんだ。何期以内とかない。はい、株主ランキング
20位、株価ランキング20位。なるほどね。お、でも時間を問わないなんて珍しいな。そんなに甘い条件でいいのねえ。これまでのスピード感ならすぐな気がするけど、人の話は最後まで聞くものだよ。時間を問わない代わり、条件をもう一つ提示させてもらう。ん？何？それは本社の移転だ。は？ん？移転？え？これから先20位以内に行くためにはもっと事業を増やし、もっと従業員も雇う必要が出てくる。おう。今のままでは手狭だよ。必ず移転をするように頼むよ。ほう、ここ？ここ一番売り上げ高いしさ、思い出の場所だし、出た方がいいかな。まあ気持ちはわかるけどね。時には会社のために非常な決断をするのも社長の務めだよ。まあね、分かっちゃいるけど。ここから先はさらなる修羅の国、アワサは命取りになる。この条件を果たせるかどうかで一番の器を計らせてもらうよ。おおね。それじゃアリオス。移転しろってことだね。ああそう。まあでもここの一番成果は手放せって言ってるわけじゃないからね。そうだよね。ここは残せる。残せるよね。残せない。1億円あざーす。1億もらっちゃった。いいやつだな。どうする？どうしたんですか春日さん。ねえ、500万ぐらい。そんなパンチパーマが失敗したような頭になって。あ、先輩、もともとです。はい。実はニックから新たに条件が出されたんだけどよ。そうなんですか。うん。それでその条件っていうのは。株価ランキング20位以内と本社の移転だ。そうなんよ。ボロボロだね。コケコックが穴開けて。こ移転ってここからその、うん、新しい大きい綺麗なビルとかに移るってことですか。そういうことになるかな。すまねえ、嫌だよな。俺勝手に突っ走って二人の気持ち考えてなかったかもしれねえ。そうよね。必要以上に会社をでかくすることが目的じゃねえ。今の一番成果を守り続けることが大事なんだもんな。それなのに場所を移すだなんて勝手だった。すまん。難しいね。やっぱ俺ニックに言うわ。出資はもういらねえ、うん、一番成果はこのままここに残って老舗の味を守ることだけにこだわり。1億やで。いや、一応やったー。おいしょ、やったー。ナイス。ごきゃん。おへいいじゃないですか、移転。いいの？だから綺麗な新築のビルとかに移っちゃいましょうよ。ほんと？キャーキャー。いいの？実はわし、こっそり目星をつけていた物件があっての。そんなに？駅近くの高層オフィスビルなんじゃが、うん、そこにするのはどうじゃ。めっちゃ乗り気やん。ねえ、鶏まで乗り気やん。おいおい、ちょっと待てって。いいのかよ、移転しちゃって。ねえ、いいに決まってるじゃろ。マジ？もともとうちも騙されて身ぐるみ剥がされる前はそこそこでかい会社だったんじゃ、うん、ようやく復活への第一歩じゃよ。新社屋、新社屋。トメさん、かわいい。それならよかったぜ。なら決まりだな。移転を検討しよう。そうじゃ、せっかくの機会なんじゃし、社名も書いたらどうじゃ。いいの？社名を。一番成果、成果以外の仕事もやっておるじゃろ。確かに。ずっと一番成果のままだと他の授業をないがしろにしているように見受けられるかもしれんと思っての。あ、ね、確かに。何するじゃん。貸会社というイメージがつきすぎることが足かせになってる授業もあるかもしれない。一番なんちゃらがいいね。そう言われれば確かに。じゃあどんな社名がいいんだろうな。一番ホールディングス。ホールディングス。いろいろな事業を展開する企業はホールディングスとしてやっていくことが最近多いですし、
一番ホールディングスか。うわなかなかすごそうな名前じゃねえか。俺はいいぜ。ばあさんはもちろん構わん。うわうわ、わしはこう見えて横文字大好きじゃからな。コケコッコもいいか。あいっすか、あさす。よし、じゃあ決まりだ。新社屋への移転とともに社名を一番ホールディングスに変更しよう。はい、一番ホールディングス。うん、我ながらそれっぽくていい名前。話が。うわ、じゃあ移転先の物件だが。すごい。どうするか。大きくなってきたね。それでしたら私たちに任せてくださいよ。本当？でも大丈夫か。不安だわ。春日さん、この土地に来てからまだ長くないですし、うん、地元のことは私たちの方が詳しいと思いますからね。わしらに任せておけ。最高の物件を用意しておく。本当か。不安だな、はい、堂々と任せてください。大丈夫？このいい物件を探し出してみせますよ、うん、本当に本当かな。わかった。不安なトリオなんだけど。鳥だけに。なんだか嫌な予感がする。え、クソ不安なんだわ。さっきはあの3人で言ってたのでトリオで、あのコケコッコもいたのであの鳥だけにトリオって、あのそういうかけ方をしたんですけど、あのあ解説いらない。あ、すいません。はい、あ、はい、おー、ようこそ一番ホールディングスへ。やばっ。いや、嘘で、ここ。急に。いやー、いいですね、新宿。横浜湾だ。オフィスビル、いい眺め。おお、これはゲット。違う、横浜湾。これならもっと長生きできそうじゃ、うん、よかったの、コケコッコ。高そう、ここ。確かに一気にスケールアップした感があるな。だけどよ、このビル、うん、高かったんじゃねえか。それいくらだったの？ビル一棟買ったの？答えてよ。笑顔で答えて。答えて。いくらなんだ？いくらなの？高いんだろ？そんなことないよね。うん、うん、そんなことはないぞ。安い安い、気にするほどでもないぞ。あ、彼氏。本当かな。本当。あ、そうだ、うん、私たちは用事があるんでした、うん、ではでは。本当かな。あれあれ、あれ、コケコッコもいなくなっちゃう。なんだこれ。あ、100億円バレた。お前らコスパがいいビルを用意しますとか言ってたじゃねえか。ああ、ばすまんすまん、最初はそう思ってたんじゃが欲が出たんじゃ。クソ野郎がよ。口もあるからの。クソ野郎。何よお前。知らない知らない。いろいろつけていったら結局100億円程度に落ち着いて。言い訳聞きたくない。もうじゃねえよ。たく20以内に入らなきゃならないのに。ない。大ピンチだぜ。まあでも今回の移転で扱える事業の数も増えますし、いろいろグレードアップしてますから大丈夫。このくらいちょちょいのちょいで返せますって。お前何もやってないやん。あ、えいちゃん、お前先行投資ってやつじゃん。するとことは仕方ない。そうじゃろ。100億だよ。まったく、よく言うぜ。ま、いいさ。なんだかんだで俺もこのビル気に入ったしな。本当に。確かにケチケチしてても仕方ねえ。じゃんじゃか稼いで、このビルじゃ収まらねえくらいでかい会社にしてやろうぜ。春日さん、はい、私も今まで以上に頑張りますから。そうやで、お前よろしくお願いしますね、春日社長。ああ、よっしゃ、気合い入れていくぞ。笑顔が一番ホールディングス。お腹痛い。
お腹痛くなってきたわお前。何や、一番ホールディングス。なんだって所有できる物件が4から5に増えました。1個しか増えんかったわ。枠もっと増えると思ってた。1枠増えた。雇用できる社員数は25人から40人に増えました。まあ、そんなに雇うつもりはないからな。物件そうよね、なんか物件買えるワンチャンあるよね。お、ガスガバ、チャツタバビンタ、改めを習得しました。改めな、いいね。いやどうするかな、改め。ふぅ、お、なんか上がった。何、春日とエイの絆がさらに強くなりました。あーそっか、会社が強くなったからね。うん、エリはジョブ、キャバ嬢を選択可能になりました。キャバ嬢になれ、あ、そうここまで来てキャバ嬢。 なるほどね。何ここ、何ここ、待ってよ、何ここ、どういうこと、ちょっと怖いんだけど。え、ちょっと、え、これ、え、もしかしてこのビルって、ちょっと待って、これ買ったんかあーね、あのこれまでこの場所だったんだけど、ここだったんだけど、こっちはずっとバーって上に来てここに移転したんだ。やーば、とんでもないねこれビル1棟俺らのもの。うわ怖すぎこれ買ったの。ちょっと見ちゃうわ、うちの物件。こんな人、どうすんのこれね。でこれ登ればつけんの。100億円。あーでここね、つまりさ、このフロアしか俺たち使わないってこと。バカだなあなんだよ、エントランスもいらないしさ、ワンフロアだけでいいじゃんなんでこれビル1棟買ったのね、おかしいじゃん。ビル1棟いらないじゃん、どう考えても。ワンフロアしか使う。もうさあ、ちょ、まあ話すか。ガスガスお疲れ様です。会社経営します。するか、まあ、ちょっと見るか。ね。どういう物件買えるか。さあ、今日も一丁。今41。うん、すぐじゃない。どこも微妙なんだけど、とりあえずブリリを売る。ツール？めっちゃ怖いこと言うやん。めっちゃ怖い。ねえ、なんでそんな冒険させようとするの、ケンビン。しもべ買っちゃう？猫。いけ！え、なになに？なになに？なになに？なんか来たよ。おい、あれを。なに？どうですか？いかがでしょう？どうですか、これで。いいだろう。ゲンナマですよ。時代はキャッシュです。よーし、オッケー、いいぞ。いいのか、よかったのかよかったのか分かんないけど、よーし汗かいてるぞ私。耳鼻科画廊売るかな、耳鼻科画廊。うん、ちょっと、あ、940万も入るわ。いいやん、いいやん。ゴンゴン買いたいでしょ。一旦5000万でいこう。うん。あ、怖い。あ、赤い石だ。赤い石だ、怖い。赤い石だ。やだ。赤い石だよ。赤い、怖い。怖くなってきちゃった。あ、借金生活を思い出してきちゃった。やだ。やだ。助けて。もう怖い。あ、ゴンゴン。私はギャンブルに出る。ああ、借
同じやつやんけ。さっきと同じ人やん。さっきと同じ人間やんけ、お前。どんだけやってるよ。いかがでしょう。いいな。よっしゃ、さっきと同じ人やん。交渉成立だ。まっすぐな瞳をしてよ。よっしゃ、営業怖い。どうなるんだろう。知らん物件2つも抱えた。お店屋さんごっこ開始。お店屋さんごっこ開始。多くない？ミス、ミス多くない？頑張って。ミス多くない？ちょっと待ってよ、ミス多いじゃん、お前ら。ちょっと今日はついてるな。頑張って頑張って頑張れ。ケンピが応援してんだ、頑張んなお前ね。頑張れ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 。あ、すごいすごい、2000万超えた。予定通りの結果です。すごくない？猫のしもべやば。営業結果です。猫のしもべやば。猫のしもべの売り上げ890万で、いろいろ聞いて776。すごっ、そんなことある？みんなよくやったぞ。そんなこと、猫やば、そりゃ上がるでしょうね。まだまだ成り上がるぜ。上がった上がった。やばねえ、なに CM、 うわー、CM だって。みんなね、どう思う？はい、よっしゃ、営業開始だ。一番ホールディングス横浜で産声を上げて10年。目まぐるしく変化する時代の中、私たちが決して変えなかったもの、それはこだわり抜いたせんべいの味とお客様を大切に思う気持ちです。あなたの笑顔を作る企業でありたい。笑顔が一番、私たちは一番ホールディングスです。すげー、いいロゴ、ロゴ良かったね。おせんべいが、おせんべいに1って書いてあるようなロゴで、いいですね、いい CM。 頑張れ頑張って、みんな頑張って CM 中だよ。頑張れ、何してんだお前、なんでトラブル多いのねえ、頑張ってよ。頑張れ、ローカルテレビやれ、やだ、全国ネットでやれ。いける、あれ、すごい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 、うまくいきました。ひどい、頑張れ頑張れ、もっともっと、もうちょいもうちょいもうちょい、すごい、今回の営業結果です。2倍ぐらいになってんじゃん。あ、どういうこと？猫のしもべだけでだって2056万円売り上げ、ね、猫は強いんだ。いや、やば。あ、トメさん強くなった。素晴らしい、めっちゃ上がるんじゃない？そんなことない、やば。これでも、でも40位から上がらないんだね。あ、なんて、なんかキララン来た、キララン、キララン。おい、SR 愛が深いよ、これ。自己紹介、うん、よろしくお願いします。キララン、かわいい。キラランね、カリスマ店員と呼ばれているアパレル販売員。彼女が着た服はすぐに完売するほどの人気になるとかならないとか。完璧やん、すごっ、カリスマ店員来ちゃう。開始、行くぞ。勝てるかな、レベル差だけ気になるのは。よろしくお願いします。それでは、一番ホールディングス、社長お願いいたします。なんか嬉しいな、よろしく。決算報告をさせていただきます。うん、まあ今回はねダメだったけど、こっから稼いでいくんだよ。振り返ると今回の作戦を、左3人は赤でやっつける、 SR でね。で、金髪のお兄ちゃんは少年に弱い、一番右のおばちゃんが、平山でやる。
水タイプだから。OK。で、火は水にやって水は。OK! ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。はい。水だから草をやって、あとは火で。火で燃やす。火で燃やす。火で燃やす。OK! ミノモンタみたいな。ご質問のある株主の。ご質問。めっちゃ辞任言うやん。平山さん、平山、オッケー、一番強い人やっつけちや。あとはちょっと謝罪謝罪しよう。辞任めっちゃ言うやん。はい、草だから水で考えなさい。あと燃やす、草タイプは燃やす、こっちで燃やす。いいよ。草タイプだから火で燃やす。中の人水で。あれはショタが好きや。ショタが好き。あば。確かに。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。足りないんだよやと。そのレベルが低すぎるぞ。はままごとじゃねえ。いやちょっと足りないね。あとは謝罪をして。ご質問のある株主の方はもうなんとかするしかない。ヒーショタに弱い。オッケー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 。あと18秒だよ。ヒーこの程度。火に弱い。ダニーさ、レベル高くない？ HP 高くない？謝罪いっぱいしとこう。すみませんでした。ご質問のある株主の方。株主は甘く見てる。水。火。ダニー、お前高すぎるよ。いやでも支持率 100% なのでOK。おい不死身かい。今回の大成功を示して一つ。よし、今度倒してやろう。お前、まあでも相手からダメージ受けなかったんで一成功ではある。このうを言ってるやつHP 高いの。あ、めっちゃ上がった。ん、どうなる。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。すごっ、あと15位じゃん。ありがとうね、ありがとう。あとこれパチンコで増やせばいい。オッケー、いいな。よし、素晴らしい。最高の株主総会だったな。キララしか勝たん。まあ、あとで社長室おいで。ヒララン。もう本当に、社長室おいで。もう。呼び出しちゃう。呼び出しちゃうわ。さあ、どのぐらい上がるか。どうだ、すごい、28位だ。あと8段階。なんかこれ、特別ボーナス、本当だよ。個人的に上げちゃう。50万。無知買えますわ。ねえ、アダルティショップで一番高かったあの無知100万だった。もう無知買えちゃうじゃん一回。よっ、でもこれで手元に150万ぐらい、あの預金と合わせると今現生で持ってるのが124万なの。うん、現生で124万持ってみたい人生だった。多分今全部で150万だからロボットの投資はできるかなってぐらい。うん、ゴキブリ欲しいんだ。あ、鉄も買う、確かに。あ、なんかいる。ぜひ来てください。なんだ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 、捕まっちゃった。なんだ何、どうしたん。何、どうぞ。あれあれあれ、もらった。アニマル大サーカス、
うん、サーカスやってる。おー、なるほどだよ、だってここでやってる、浜北公園でやってるって。暇があったら行ってみるのもいいかもな。まあ、オッケーオッケーでは、ありがとうございました。おやすみ、良い夜を。